僕はですか。いや、待って、この量ですか。これで回すの。真面目やっていい。千葉県柏市、柏の王道屋さんの前に来ています。今現在朝の9時、清水さんの方からですね声掛けもらいまして、早速やってきました。行きましょう。あれ何やってるんですか。これ今月限定でさ、自分で作ったやつ、販売してるの、限定に。すごい人気あった。これ清水さん自分で詰められてたんですね。いや、今まで工場で作ってたんだけど、今回はこれ全部お店の味でやろうと思ってさ。大変なんだよこれは。日に50個ぐらいは出るからさ。500円でいくよ。500円、今月500円、特別サービス。あ、無限ニンニクですか。あ、でもそれある意味すごい。だってこれ無限ニンニクのネーミングをお願いしてもらったのって会った最初の日ですよ。あれさ、ちょうど名前考えてる時だったんだよ。そう、不意に言われたから僕、なんかちょうどやらせてもらっていいですか。ちょうど名前考えてる時でさ、自分の考えるのあれだからさ、ちょっとつけてもらおうかなと思ってさ。あの時商品開発の話もあったから、そのタイミングだったんだよな。タイミングって大事だよね。そうですね。お祝いパッケージ。お祝い、これパッケージ、今これのパッケージやってんだけど、はいはい、これをお祝いパッケージする。本当ですか。うん、この嬉しいです。ってかそれ清水さん書いてくれるんですか。これデザイナーデザイナー。俺は書けないね、なんか。デザイナーがやってくれるから、お祝いパッケージにして、上戸ご飯の名前入れて。ありがとうございます。この期間限定のために1個1万円安い。冗談。いや、もう激安でやるよ。まあ500円だね。今月は500円でやってるんだけど、いくらぐらいでしょ。500円。500円より負けたらでももうそれはお祝いだからいいよ。どれぐらいする。200円か。200円。大丈夫ですか。200円。お祝いパッケージ大丈夫なんですか。大丈夫です。瓶代と中身代だけ入ることは大丈夫です。ありがとうございます。
何個ぐらいかな。でもいっぱいはできないよ。やってそうだな、50個、うん、50個。もう朝この時間でやるしかないから。あ、え、50個で1日50個とか。1日50個まで。すごい、うん、やっていい。改めます。大丈夫、それで。いや、俺しかもこれあれですよね、お祝いパッケージだから。10万人お祝いパッケージですよ。それ見てみたいです。お祝いパッケージ清水さんが朝作られて詰めてくれる。そうそう、全部俺が手作り。それがすごいですよね。お祝いの値段もすごいけど、直に自ら作ってくれる。いいよね。いや、すごい。大丈夫、最高です。お願いします。その時あの銀の盾置いといてよ、来たら貸してよ。え、家に置いてたってしょうがないだろう。な貸してよ、俺も見てみたい。見たことない人いっぱいいるから。多分まだ僕も見てないんです。え、メンバーも誰も見てないです。まだ同じぐらい多分お客さん見てないから。あんなの見れるもんじゃないもん。なかなか取られないに警備につけてね。俺これよくない。でもこれ限定50個ってことは結構早い時間で売れちゃいますね。早く来ないと。そうでもない。いや、それはロイドご飯の人気次第だな。ヤブヘビ、余計なこと言ってた。これは人気次第だな。そうですね、お願い人気あるからな。皆さん早く来てください。工場で作ると味違うんだよね、うん、これほら、ほとんどとか何も入れてないじゃん、うんうん、ここはね、はいはい、工場とか入ってんじゃん、うん、味が違うよね、これ。すごい食べたいの。修行動画っていっぱい出てるじゃないですか、世の中に今でも、うん。あれって清水さんも当時あんな感じでめちゃくちゃ怒られてたんですか。あれはでもひどいよね。ひどいって言っても使えないやつもあるからね。いや、あれ今の時代やったんだっけ。あのテレビの特技やってもらったんだけどさ、はいはい、あれもすごかったよ。でも内容はじゃああれは使えるとこだけしか撮ってないから、使えないところが多いよ。え、あれより激しいんですか。すごいよ、あんなもんじゃないよ。あれ以上流したらやばいだろテレビ。いや、あの当時でもやばいぐらい。あの当時でも多分やばいと思うよ、全部映っちゃったら。すごいよそれは。すごいな。え、清水さんもそんぐらいもうボコボコやられてました。やられテレビ撮影の時に、俺が取材受けてる時に面接来たんだよ。はい。で社長にさ、ちょっと怖いって言われてさ、はい、何かなと思って、ちょっと怖いって言われて、はい、いきなりバチーンって引っ張られてさ、これぐらいのことできないとダメだよとか言ったら、面接来た人倒れちゃったの。え、バターンって青くなっちゃった。あ、見てね、叩かれてじゃないんだね。叩かれちゃう、ヒローって言われて、ちょっと来ないって言われて、バシーンって引っ張られてさ。俺ほら叩かれるのなんか平気だから。あ、そうなんすか。もう慣れちゃうからさ。それ見てた人がもうひっくり返っちゃったもんね。いや、ひっくり返りますよね。バターンってびっくりしちゃったもん。戦えたことがびっくりじゃないよ、うん、ひっくり返ったのがびっくりしちゃった。叩かれてる心配がある。これぐらいじゃーって言う、最後まで喋り終わる前に本当。ロイドご飯のイラストが入ってるじゃないですか。すごい。お祝いパッケージ。ありがとうございます。いいね。ありがとうございます、これ。いいよね。最高です。びっくりした、めちゃくちゃ早いですね。さっき話してても1時間でできちゃう。頑張ります。手向きだろうな。50個だから何時起きだ。5時か。5時、頑張ります。ありがとうございます。はい、この無限ニンニクというのは、実はロイドご飯が清水さんとお会いした当初にそのネーミングを依頼していただきまして、そして商品化されたものなんですけれども、今回は期間限定ということで、明日11月25日から1週間の間、1日50個限定200円という価格で提供していただけることになりました。それであのお話を伺うと、今回は朝自分早起きしても4時5時かなとおっしゃってましたけども、厨房に立って調理、自ら調理されて、それを瓶にも詰めて、そしてあの記念特製ラベル、あれかなり見た時本当嬉しかったですね。あれをつけて販売していただけるということでした。この気合が入った期間限定の無限肉、ぜひ皆さんもお買い求め、そして食べてみてください。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。